吉谷さん、三者面談の時に「いや君は高校難しいよね」って言われたりとか面接してね就職しようかなと思った時に「いや、君はバイトでも採用難しいよね」っていうことを言われたそんな経験をね吉田さんからよく聞きますこれ他の方からもこんなこと言われて自分は落ち込んでますとかこういうふうな経験があるんでやっぱり私は社会に向いてないのかなとかねそういうふうな、まあ、言ってみればね拡大解釈をする人が後を絶たないわけなんですよまあ例えばね 目の前の人に「お前はちょっと最悪だよね」って言われたところで一人に言われただけなんですよねそれは1意見であってその人の判断が間違ってるかもしれませんし他の方から見ればいやいや君はこんな素晴らしいとこあるよねっていうふうに判断するかもしれませんうんだからねなんか1人とか2人とか時には10人や20人にどんな評価を受けたところでねあそういう意見もあるよねっていうふうに考えられれば終わりなんですよ 逆にですね、目の前の人にものすごくもてはやされたところでいやこの人の判断間違ってるんじゃないかな買いかぶりすぎじゃないのかと多分自分はそんなことないよともっともっと平凡な人間なんだけどなっていうふうに思うこともできると思うんですよ。つまり有頂天になったり必要以上に落ち込んじゃったりそういう時って多分ねある特定の偏った意見に対して自分がどう受け止めるかってことだけだと思うんですよね。まあ これをね、やっぱ分かりやすく言うとまあお付き合いしている女性の例にしてみましょうかまあ例えば私、まあ、40を過ぎて今の奥さんと知り合ったわけですけども奥さん当時22歳だったですかね23歳の誕生日を一緒に祝った覚えがあるんですけどもまあ年齢差ありますよねじゃあね20代の女の子の全てがね40過ぎた私になんか恋愛感情を持ったかっていうとそんなことはないじゃないですかいろんな意見があるんですよでも 付き合う女の子って別に一人でいいんで、千人の人が、肝、ダさ、おっさんって言われても、別に一人の人とね、いい関係が築ければもう十分なわけですよ。いや、ビジネスもそんなもんで、一個だけうまくいけばいいわけでしょ。ね。一個だけうまくいって、それで、お金と時間の自由から解放されたら、もうそれでいいわけじゃないですか。何もね、百個のビジネスから好かれる必要ないし、あらゆるものから好意を持たれる必要もないし、360度、すべての人に対して、 正義の人であるわけ、ね、ある必要はないわけですよね。そう考えたら、まあ、わざわざ嫌われろとかね、わざわざ距離を空けさせろっていうことはないんですけども、まあ、何人かの人にね、気が合わないよねと、もしくは、なんか気持ち悪いよね、詐欺だよねっていうふうな扱いを受けても、自分の生活を支えるぐらいのファンの人に出会えればもう十分じゃないかなと思うんですよ。で、絵の例が出てましたよね。29億円落札の絵の例。 この絵もね結局手にでできる人人って一なんですよ何人の方が欲しいと思っても結局一人しか手に入れられらないんですよ、まあ、ですんでこの価値を享受できるのはたった一人ということだと思いますしあと人によってはねあの29億円の絵にその落札騒ぎに俺は参加したんだ最終的には負けたけどもでもあそこに入札したんだよな惜しかったよな,なんか8億円までは頑張ったんだけどねっていうふうなうんことをね 語り継ぐ人ももいるかもしれませんね、まあ確かに嘘ではないですよね。いや自分はね3000万円まではお金入れたんだけども落札できなかったっていうところを隠してね29億円の絵を落札に参加したんだよっていう方がいるかもしれません。まあ世の中様々ですよ。まあ R34 っていう車にしてもねうん私はねそんなに詳しくないのとあとは資金の関係で。 吉田さんが2000万で売るって言うんだったら別に高くはないなって感覚なんですよ。うん、まあ買えるし、フェラーリより安いよねもういいんじゃないので買っとこうかみたいな感じなんですよ。私の感覚ではね。まあでもお金があっても、車が好きでも、うん、あるサインを欲しいかって言われたら別に私は興味がないんですよね。お金はあっても余裕があっても、あんま買うまではいかないかなってところなんですよ。もちろん、 投資の対象として、ね、2,000万で買った車を将来的には5,000万で売るっていう、まあ、美味しいよねっていうところは見えますけども待てよと維持費とか考えたらそんなに割のいい投資ではないよねこう考えられるのも他の投資商品がうまくいってるから相対的に R34 投資っていうのは私からすると AAA、まあ、物件ではないんですよねそういうふうな相対関係もありますよねでも毎月毎月月コツコツと 給料20万30万で暮らしていらっしゃる方はいや2,000万で仕入れて5,000万かもうかるなすごいな金さえあればやれるのになっていうふうになるかもしれませんねであとは2,000万の車にしても分割でどういうふうになるのかなとかねこの一括は無理なんでって交渉する方と2,000万っすかうんまあいいっすけどありますけども一時取得金とかかかりますよ下谷さんだから200万円の10年払いにした方が得なんじゃないですかと。 私は2000万一括でもいいんですけども多分、あのー、特別な課税がかかると思いますよ。うん。資産課税とかになるんじゃないかなっていう風な考え方で分割にした方がいいんじゃないですかって提案をするかもしれませんね。あの、まあ、家もそうなんですけども買うとねなんか特別な税金がボンとかかったりとかね税務調査の対象になったりする可能性が高いんで多分2000万の車となるとこれもね多分 あの資産課税されるんんじゃなないかなと思うんですよ、うん、だから吉田さんちょっとその辺もね私そこまで詳しくないんですけどもねあの全て税理士さん任せで今回も仲介ねこの家してもらったんで2,000万の家の売買とかになると多分ねそういったこともかかってくんじゃないかな吉田さんの銀行口座に一気にね一,一発で2,000万入るとなるとそれは調査の対象になる可能性が非常に高いのと。 どううしてて2000万っっ取引にななななたのかかいいい経緯を説明すするるねそんん場面も来るんじゃないかなと思いますこれはだから大きなお金を扱ってくるとこういう場面に何回も出会うんでは分かるんですけども,もありえるんじゃないかな、うん、だから失礼ながら吉谷さん30万とか50万とか100万の商品のやり取りは多分いっぱいあったと思いますけども一戸、うん、建ての家の購入を含めね1,000万円とか2,000万円っていう単位のやり取りっていうのは そんんななななにいかかったんじゃないかなと思うんですようんだそう考えると多分このね一時取得税っていうの、うん、なんかある,あるような気がするんですけどね、うん、ちょっとその辺も担当のゼリさんにお話ししてみたらどうかなと思うんですけどいかがですかね、うん、多分2,000万の車買う人のほとんどが分割の相談をしてくると思いますけどそれは一発で払えないからっていう理由での分割の相談なんですよ。で私の 景色から見ると2,000万払うのはいいけども吉田さんの方にちょっと手間がかかりますよっていう懸念から分割の方が吉田さんのためじゃないかなっていうふうな気もするんですよね。どうなんでしょうねそれはねうまいこと仲介してくれるところがあると思うんですよね。例えば私が2,000万払うけどもその2,000万を少しずつ吉田さんの資産計上してくれるところとかね。どうなんでしょうかね。はいというところでねまああの。 ぐだぐだと話しましたけどもうーんなんだろうね1時5 0分かなみさんからメールだじゃあなみさんからのメールが来ましたんでまたまた次回じゃあ今回はなみさんのメール取ておきましょう